金華堂でも軍団のように打って期待値爆上げ。パチンコ日本史上最新回答し、この春のパチンコ楽しさの価値観と先生チャンネルです。どうもー、今度春菜でーす。はい、というわけでですね、本日はですね、ピンで打ってでも軍団のように立ち回ることで期待値を上げていこうと、そういうお話をしていきたいと思います。現在ですね、僕は福岡でね、基本的にはピンで稼働しています。はい、昔みたいにね、ガツガツ本当1円でも高く期待値を積んでみたいなね、立ち回りはしてないんですけど、結構休みをしっかり取りながら緩く期待値を積んでる感じで立ち回ってますね。はい、そんな僕なんですけど、ピンで打ってるんですけど、軍団のようにチームワークを使って結構期待値を上げていってます。はい、その立ち回りについて今日はお話できたらいいなと思ってます。では早速いきましょう。はい、今日僕がお話しすることで何ができるようになるのか、2つお話ししたいと思います。1つ目、店に落ちてるうまい U タイムをゲットできる。2つ目、今どの店で立ち回るのがベストなのか判断できる、こちらでございます。はい、まずは1つ目、店に落ちてるうまい U タイムをゲットできる。今僕はですね、仲のいい、結構レベルの高いね、プロの人たちで LINE グループを組むことがあります。はい、大体店にいる 4,5 人ぐらいでいつも LINE グループ組んでるんですね。で、組んでてどうするかっていうと、それぞれ打ってる場所が違ったりするんですよね。例えば一人が同じ島で取られて打ってたりする時もありますけど、一人は無双打ってたりとか、U タイムついてるデビルマン打ってたりとか、U タイムついてるガロ打ってたりとか、結構バラバラで打ってたりすることもあります。その時にその島内にあるうまい U タイムがあったらすぐに LINE で報告します。例えば機種名とハマり回転数、ガロ、余計なこと言わないです、ガロ432とか LINE グループで送ります。エヴァシンクとかワンワンパラダイスとか、例えば、単発ごと2連チャン後とかでハマり数が違うものは、その送った後に、例えばワンワンパラダイス2連後とか、単発後とか送ったりすることありますけど、基本的には機種名といくつハマりかっていうのを見つけたらすぐに LINE で送るようにしてます。これをやることによって、自分も U タイムを追っていて打つことはできないんだけど、他の人が、例えば U タイム打ってない人とかがいたら、もしくは結構 U タイム持ってるんだけど浅い台があって、もっといい期待値のある台が見つけられたっていうことで、他の人が打てることができます。はい、なので自分一人のマンパワーだけじゃなくて、他の人にも貢献できる。はい、でさらに、もちろんね、その他の人たちが行ってくれて自分が行くってこともあるし、なので、島にいなくてもチェックすることができるっていうことで、かなり美味しいね、期待値を積むことができることが結構あるんですよね。はい、ちなみに僕は、U タイム以外でも、右打ちランプとか見つけたら、右打ちランプ3回ぐらい、今これだけ右打ちランプ落ちてるっていうね。はい、僕はもうサポ中とかで、サポ中もリーチかかっても何もするない台とかあるじゃないですか。はい、その時に見に行って落ちてるとか連絡して他の人に打ってもらうよ。そうすればその人喜んでもらう。はい、で、僕もね、当然いただくこともあると、はい、そういう感じでチームワークよくやって期待値を結構上げてます。なのでね、スーパーリーチ中とかはね、本当ね、自分が、仮に打てない状態だったとしても、見に行ってもうプレミアム出てね、もう移動できないとしても、見に行って他の人に教えてあげると、そういうことをやってやって、貢献して貢献してみたいな感じで、いいチームワークで結構期待値を上げることができてます。2つ目、今どの店で立ち回るのかがベストなのか判断できると。これはですね、特に福岡なんですけど、福岡かなりね、店によってね、メリハリ調整がすごい地域です。もう閉めるときは閉めて、開けるときはしっかり開ける、このメリハリが特にしっかりしてるのが福岡なんですね。はい、なので結構暑いなと思って行ったんだけど、実際には釘が開いてなかったりとか、逆もしっかりで、今日何でもない日なのに店に立ち寄ったらすごい釘が開いてるなとか、そういうことが結構あるんですね。はい、なのでその時に、もうね、グループ何人か組んでるのがあるので、そこで今日行ってみたんだけど、めちゃくちゃ釘開いてるよとか、
今日ここ行ったんだけどちょっと行く必要ないね、ここが来ようと思ってみたんだけど来ない方がいいよとか連絡を取り合うことができます。はい、なので、まあ、無駄な時間をかけずにいい店に行くことができると、まあ、それにより無駄な時間を削減して期待値を積むことができると、期待時給が上がります。そんな感じで今日のまとめです。レベルの高い人たちと仲良くなってお互いのために情報を教え合おう。与えるものこそ与えられる。以上でございます。はい、まあ、以前ね僕が動画で巻き込み力があれば最強っていう動画を上げたんですよ。はい、この動画ね、まあ、再生回数ねあんまりいかなかったんですけど、ただ僕としてはかなり有益な情報を上げた動画だと思うんですよね。はい、まあ、釘とか読めなくたって今日どこ行けばいいのか分かんなくたって、まあ、コミュニケーション能力とか、まあ、巻き込み力を使ってやれば期待値は上がるし結果も残せるし勝てるよっていう動画なんですね。その動画もねぜひね見てほしいです。はい、かなりいいこと言ってるなと自分では思ってるので、はい、以上でございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。